はい、こんにちは、レッドスノームです。今回なんですけども、地価公示法の3回目の動画です。公示価格の効力、地価公示がされた場合、その公示価格についてはどのような効力が生じるのかといったところをお話ししていきます。まあ、これもよく出題される部分なんで、しっかり頭に入れておきましょう。大きく分けて 1,2,3,3つあるんですけども、この2つ目の内容については2つに分けることができるので、まあ、細かく言うと 1,2,3,4つあります。なので4つを頭に入れていただければと思います。まず1つ目ですね。都市およびその周辺で土地取引を行う者は、標準地の公示価格を指標として取引するよう努めなければならないと書いてあります。これどういうことかというと、まあ、私たちが通常土地取引をする場合、都市およびその周辺の土地を土地取引するんですよね。土地を買ったり売ったりするわけなので、そういった場合っていうのは標準地の公示価格を指標として取引するよう努めてくださいねということです。指標とするというのは、公示価格を目安とするといった意味です。で、勤めなければならないっていうのは、できるだけそのようにしてくださいねということなんですけども、これは義務ではないんですよ。必ずこの公示価格に合わせてくださいねという意味ではなくて、できるだけそのようにしてくださいね、別に公示価格と差があってもそれは問題ないですよと、いったイメージなんですね。例えば標準値がありました。ここは1平米あたり20万円でしたと仮定します。で、その近くの土地1平米あたり25万円で取引したとしても全然大丈夫ですよって話ですね。できるだけ1平米あたり20万円これを目安にして取引してくださいってことなんで、1平米あたり25万円だったとしてもいいし、10万円だったとしても別にそれはいいですよっていう話です。あくまでも目安にしてくださいっていうことなんで、絶対にこの公示価格に合わせなければいけないわけではありませんので、この点を注意しておきましょう。義務ではない。任意だというところですね。で、二つ目です。公示区域内の土地において、不動産鑑定士が土地の正常な価格を求めるとき、この場合、公示価格を基準としなければなりません。これは義務なんですね。絶対に公示価格を基準としなければいけないわけです。例えば、標準地の隣の土地、これについて、土地の所有者からこの土地について正常な価格鑑定評価してくださいというふうに不動産鑑定士が依頼されたといった場合、この場合はこの近くの標準地、ここの公示価格を基準にしなければならないわけなんですね。で、この正常な価格っていうのは、普通に土地取引をした、自由に土地取引をした場合、通常成立するような価格です。これっていうのはこの公示価格に反映されているわけなんで、それをちゃんと基準にしなさいよっていう話なんです。つまり、隣の土地が標準地だった、1平米あたり20万円と公示されているのであれば、その隣の土地も1平米あたり20万円じゃないですか。もちろん全く同じ土地ではないと思います。形が悪かったりする、そういった場合は必要な調整加えるんですけども、必ずこの公示価格を基準にしなければなりませんよ。これを基準として計算してくださいね。という内容です。これは義務なんで必ず頭に入れておきましょう。で、公示区域内っていうのは、一番最初の動画でもお伝えしたんですけれども、都市計画区域内だったりとか、都市計画区域外であったとしても、相当量の土地取引が見込めるような土地について、公示区域って決められているんですね。おおよそ私たちが土地取引をする場合っていうのは、公示区域内の土地だというふうに考えていただいて大丈夫です。で、次ですね。土地収用ができる事業者が事業用として取得しようとする土地の価格を求めるとき、この場合も公示価格を基準としなければなりません。これは義務です。この事業っていうのは公共事業って考えていただいて大丈夫です。例えばバスが通る道路があって、これ狭いということで、これを広げるためにこの道路沿いの土地を買い取っていかないといけない。この場合、この道路沿いの土地の所有者と売買契約をしていくわけですよ、買い取るために。その場合の取得する価格、
これについては工事価格を基準にしなければなりませんよっていう話です。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したいそう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で3つ目は、収容する土地に対する保証金の額を算定するとき、工事価格を基準として算定した土地の価格を考慮しなければならない。これっていうのは先ほど解説した内容とすごく似てるんですね。なので、まあ一緒に考えていただければと思うんですけども、これ違いは何かというと、こっちの3番については買収の話なんです。収容する時の話なんです。収容するっていうのは強制的に買い取っていくっていう話なんです。今お話しした内容っていうのは売買契約をしていきましたよね。土地の所有者と売買契約をしていきました。一方でこっちっていうのはもう強制的に買い取っていくっていった場合です。バス通りにするために土地を収容していく、まあ、買い取っていくってことですね。もちろん売買契約によって取得する場合もあるんですけども、強制的に取得するっていう場合もあるんですね。例えば売買契約に応じないとか、そういった場合も最終的にはもう強制的に買収していかないといけない、まあ、そういった場合もこの工事価格を基準として算定した土地の価格を考慮してくださいね。もうイメージとしてはもう工事価格を基準としなければならないっていう話なんです。言葉がこれ保証金ってなってますよね。これっていうのは買収に対して保証するそのお金なんですね。この場合っていうのは土地の価格って言わないんですよ。売買価格ではありませんので、あくまでも強制的に買収していくわけだから、その保証としてまあお金あげますよっていう話です。これについても工事価格を基準として算定した土地の価格を考慮してくださいね。だから結果的には同じなんですよ。売買契約を締結する場合も買収していく場合もどちらも工事価格を基準にしなければいけないわけなので、まあ、言い回しはちょっと違うんですけれども、内容的にはもう一緒というふうに考えていただければ大丈夫です。なのである土地があった場合、こっちで支払われるお金と下で支払われるお金って基本同じなんですね。売買契約を締結して支払われるお金、また売買契約しません、立ち退きしませんって言ってずっと拒み続けて最終的に強制的に買収されるといった場合に支払われる保証金のお金、基本的には同じと考えていただいて大丈夫です。まあ、今回お話した内容、まあ、全て重要なんですね。でここの部分とここですね、2の部分の下この部分と3番の部分、これについてはまあほぼほぼ一緒っていうふうに考えていただいて、ひとまとめで考えていただいても大丈夫です。重要な部分は1番についてはこれ義務じゃないんだよっていうところです。他は全部義務なんですよ。工事価格を基準にしなければならないけども、1番についてはこれは工事価格基準にしなくてもいいよ、あくまでも目安として考えていただければ大丈夫だよ、任意なんだよというところですね。この違いがすごく重要なんで頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。